広島電鉄5000型。それは1999年に登場した、広島電鉄の協定称車両である。広島電鉄では初となる 100% フルフラット方式の提唱車両で、国内では熊本市電の9700型に次ぐ2例目となるものであった。製造はドイツのシーメンス社で、シーメンス社が製造する協定称車両のブランドであるコンビーノと呼ばれる車両の一つである。シーメンス社で製造された同社は、基本的には船で輸送される形ではあったが、第1編成に限っては製造時期と補助金申請期限の関係で、ドイツの空港から航空大型輸送機で直接広島空港まで輸送されたことで知られている。車両は宮島口型から A、C、E、D、B という順で編成が構成されており、C、D 車両は台車が存在しない浮き車体と呼ばれる車両となっており、各車両はそれぞれ関節で結ばれている。実はこの5000型は日本が定めている軌道運転規則の規則から外れる約 30.5 メートルという大型車体であり、これについて広島電鉄は国から特任を受ける形で運用している。車内にはステップがなく、中は広々と感じられる。また、座席は A、B、E 車のタイヤハウス上にクロスシート、C、D 車にバケットタイプのロングシートを設置されている。5000型の車内には、広島電鉄では初となる車内に次の停車駅などを表示する LED 一段式の案内表示機が設置された。VVVF インバータなどの制御機器、冷房機器類などは屋根上に存在するトラクションボックスと呼ばれる機器内に内蔵される形となっている。補足にはなるが、5000型の下部のスカートには連結棒が格納されており、緊急時にスカートを外して他の車両と連結できるようになっている。こうして5000型は日本初の5連接車として、広島電鉄初の協定称車両として市内線、宮島線直通運用に1999年より付いた。以後、2002年までに12編成が運用を開始、市内線でも運用を開始するなど広く活躍を始めた。しかし、5000型が主力だった期間というのはわずかだった。車両部品の多くをドイツ製品で製造された5000型は、広島の気候に合わない部分があることが発覚した。特に真夏において5000型の冷房が他の車両よりも弱く、空調の能力不足が他の車両より目立ってしまった。5000型は車両価格、部品調達コストが他の広島電鉄車両よりも高額であり、しかも海外製であるため、その調達にさえ時間がかかってしまうことも問題となった。そして2004年、お膝元であるシーメンス社が各地のコンビーノシリーズのリコールを発表。5000型はコンビーノ車両であったため、このリコールの対象となった。リコール内容は、屋上連結部取り付け装置の強度不足による屋根の落下の恐れがあったため、順次5000型はオーストリアの工場へ搬入、改造を受けることとなった。そして2006年、シーメンス社がコンビーノシリーズの生産終了を発表。5000型の修理部品の調達が困難になってしまった。その影響が如実になったのは2007年、5000型の 5007F の故障が発生した時、そのまま修理不能状態となり、部品取り状態となった。それは他の5000型が故障した際に故障部品の調達を本国に送るよりも 5007F から部品を取れば安価で迅速に修理することができるということを暗示していた。そして 5007F は2009年、ついに正式に旧車状態、部品取りとなったため実質的な廃車となり、これ以降、5000型が運用内で故障したり、部品の故障が発覚したら直ちに運用を停止させ、新手車庫に留置させるという事例が増加するようになった。同様の事例に同じ海外製である日本初の協定称車両である熊本市電の9700型が存在し、こちらも2編成が旧車状態であり、その2編成は廃車となることが予定されている。5000型は補助金の関係ですぐには廃車にはできないと言われている。しかし旧車や運用停止となった車両の行き先は不透明なままである。すでに親元のシーメンス社が2019年に日本の鉄道事業から撤退し、5000型の未来はさらに不透明なものとなり、もし廃車がなされば、広島電鉄最短命の車両となると言われるほどの窮状に陥ってしまっている。では、5000型の導入は無駄だったのかといえば答えは否である。5000型は広島電鉄のイメージアップ、さらには日本の路面電車に熊本の9700型とともに多大なる影響を及ぼした。5000型がいなければ、広島電鉄のグリーンムーバー一族はいなかったわけなので、海外製品を使ってしまったのがマイナスに出てしまったとはいえ、シーメンス社に頼んだからこその協定称車の早期導入が実現できた。5000型は今の広島電鉄を築いていくのにとても重要な役割を果たした車両なのだから。